やってねえよな。よし、てめえら注目、仲間がみんな揃ったところで、あ、改めて乾杯したいと思う。新たな冒険の始まりを祝して、乾杯。うんめー。しかしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白えなお前。ああ、そういえばルフィさんも悪魔の実を。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。ゴムで伸びるってだけじゃ戦闘向きに聞こえねえが。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った？肉が足りねえのに。俺ももっと強くなりてえぞ。ルフィ、どうやって鍛えたんだ？きっと私たちにはできない鍛え方よ、人として。あーお、そらつまり変態ってことか？ルフィ変態なのか？だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか？そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ？まあ、ナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね、昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ、肉はおかわり。時は大海賊時代、伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べ、ゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは、海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海図を返せ。うわ、何、あー、助かった。お、親分、助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。な、てめえがあの女の親分か。今度こいつを返しやがれ。なるほど、子分をかばったってわけか。おかげで追い回す手間が省けた。何言ってんだお前ら。ゴムゴムの、
長に報告だ。強いのね、あんた。あいつらに素手で勝っちゃうなんて。あ、誰だお前。私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。私と組まない？私と組めば儲かるわよ。やだ、俺は別にお前と組みたくねえ。それよりゾロのやつを探さねえと。ちょっと待ってよ。これくらいで俺を止められると思うなよ。よっ、来やがったね、海賊泥棒。バギー海賊団をなめんなよ。お前らまとめてぶっ飛ばしてやる。なんだ、解放が効かねえのか。焦ることはねえ。やれの準備ができるからだ。撃て、特製バギー玉。返した上に親分売って一味に入りてえた面白い女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す、私が。私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。
ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ルフィ、鳥に連れてかれて見つけてみりゃ今度は檻の中だ、アホ。三刀流奥義って言わなかったか。海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。あいつの仲間って海賊狩りのゾロのこと。どうなってんの。三刀流奥義参戦世界。貴様、ノロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。グランドライン、これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる。お互いの目的のために。いたぞ。子供はあそこだ。ナイフ。行くぞゾロ。海鮮だ。あんたも行くの。いや、お腹の傷は。腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。行こうか。捕まえたぞ。ざまあ見ろ。捕まえた？だけだ。下手な小細工で逃げ場を失ったのはお前らだよ。ゾロ、来てくれ。お安い御用だ、キャプテン。なんだ？門が開かねえな。あれは。こいつは使えそうだな。ほい、おい、
こっちから行けるぞ。お前らも早く来いよ。行けるか。あんた、やってることが人間技じゃないわ。しじゃ、先に行ってるな。行っちまえよ。ほい。仕方ね、俺たちは別の道を探すぞ。ぶっ飛ばしてやった。
海賊船にいた同士だ。派手に撃てい、バギーだわ。そんなものが俺に聞くか。シャンクスは偉大な男だ。お前と同士だと一緒にすんな。派手やもん、舐めやがって。俺が誰だか言ってみろ。俺は後にグランドラインを制し、全世界の財宝を全て手中に収める男だ。世界の宝は俺のもの。世に俺以外宝を持つ者など必要ない。そんなにその麦わらが大切なら、貴様ごと派手に切り刻んでくれるわ。この帽子を傷つける奴は絶対許さねえ。ほいやろ、わぎゃー。ほい、ゴムゴムのピストル。よっと、よし、バラバラホー。よっよっ、ゴムゴムのやめろよ。